さあ本日の予選の中ではかなり攻撃戦に対していい動きを見せていたドグラ、ドグラごと一コマデビル、さあ対して時の拾っている、ダッシュで2回押してから後ろ投げ、表裏画面が激しく動く、今度は反対に飛ばして今度は表、さあ削り処理、竜巻拾って豪勝龍、さあこれが時の一度転ばせてからいきます、さあベガ側が画面に映ってるか、壊し当て投げ、そしてミニックサイコクラッシャーからのエッドプレスの連携、さあここはベガが一本取り返す、さあファイナルラウンド、ゴミはしっかりと昇竜で落としてデビディアンからのゴーハードでキックスリースライディング、さあ生駒さんのねベガこのスライディングが非常に特徴がある、やはり後ろに下がって距離を取りながらベガ戦の審議をうまくついたスライディング、そしてガードされたらきちっと手火でフォロー、最後からした、さあ先ほど敗れた赤ジョジョベガの代わりにベガを使って時を破ることができるか、さあしかしウルコンは1を選択してますね、お互いウルコン1、さあ当然ダンクダンクと波動でベガの様子、ここはイクセコクラッシャーで見事に波動に合わせて大波動アングルで打つ投げ、さあここから見せめたいのはベガワープ、さあ先ほどのラウンドで EX サイコクラッシャーの引き込みを破られたの右手のおそらくベガワープでしょうけども、それすら読んでのワイジャンプだった、恐ろしい、さあ神谷中継でまだ分からない、さあジャンプ台系だった、まず1試合取ったのは時の豪気、さあ第2試合目、あとさすがにこのジャンプは緩やか、今のは裏落ちどっちだったんだ、さあ次に失格でバックステレ空中だ、ヒットしてとりあえず逃げる、さあ壊しからラブに勝利を厚く出すか、これはしっかりガードしていた、送らせ中足ラブにラブにダブルにと見せかけて投げ、さあこのベガの画面端のラッシュが厳しい、おっと壊しねの見せかけて今度は逆に投げて、これはおそらく大丈夫、さあだから次にはいけない、さあウルコンボ吐かせてリードしているのは2コマベガだが、そこから分からない、さあイークスダブル2で逃げてプレス、ちょっと怖いが果敢に削りに行く、さあ触れるだけでいいんですか、触れた中足ダブル2、さあ一歩取り返す、さあギリギリの試合してる、おっと今度は逆に技を出さずに勝利を誘って中足ダブル2を叩き込む、さあダイレクトリードは2コマベガだが待っていてもいいこと起きないからと攻めろ、ここはレイチ OK、 プレスから技を誘うか、リクサイコクラッシャーを出してさあ近距離戦に持っていくが
闘技の棒を引っ込まされてからのバックジャンプ、サングル逃げる逃げると見せかけて前に行くと見せかけて後ろに行く、さあ前後左右と砂部が翻弄する。さあこれは掴みにくい、サングルを引っ込まない EX 最後で今度は逃げて、さあため管理しっかり、台形は当たらない、さあ落ちてる、投げ取らない、さあどうだ、わからない、デビルキマさん台足を食らってしまう。ここでアシュラ、さあお互いゲージはほぼ満タン、 EX 最後ブラッシャーも打てるし、さあ受けた中継、さあ負けするだけだが危ない、100ミリからどうだ、さあ際どい、 EX 最後出したいがそれを誘われていると考える出しにくい、このシーンにレコーアップ、ずんずん前歩いてくる、さあほんと時間見てなかった、なるほどタイムオーバーできっちり逃げ切って、さあ伊藤英吾も1試合取り返す、ナヤシカルブリ、さあお互い1試合ずつ取っての最終試合、逃げてきます、ナヤシ8強拳、さあバンク出すか出さないかのところで、あの辺の技の振り方は悩むところなんですか、100機投げからのどっち、さあ下段すかしだったが、これはヘッドベースで待機して、おっと大気合い打ち、ホバー、さあ今ゲージなかったのでホバー出していきましたね、強気めくり竜巻、今度は正面だがガード、さあ大気に集め空振りしてるところは見逃さない、ウルコンなされると怖いところもありますけども、ここは強気で小足を起こしていた、ジャッキーおっと投げに行ったが空振り、そこに小足を叩き込んでいくものの、これはさすがに、さあしっかりと EX 最高を誘って5番勝利組で闘技道具置きがセットポイント、さあ次、はい、パンチ、お互いはお互いの無人技を釣ってる行動が多いんですけども、投げを抜けてこういったとき中盤ダブル2、さすがにあれはダメージから逃げれるなら安いもんだと、中継一発で済む、神ギャラの悲しいところですね、ああいうところはよほど一球見しない限りは痛いんで入れれない、さあ転ばされて100機から投げを食らって、どっち100ピーだが、さあまるで現実だって逃げるも追いかけて大剣、おっと見事さすがに終わる、ここへ貴様の墓場だと、さあ一気にリード、さあ大剣、さあ前で中足ハブいったところに見事に見合い止めブースター飛び込んでた、さあ一個まで見るってが中汁を切らしていない、さあ分からなくなってきたぞ、これはさあ乗っている、逆に裏に回って、さあこのラウンド取った方が勝利、逃げジャンプロケットやダブルにレッドプレス痛い、大足、さあクソ小足のこすりがここで繋がらなかった、だがエピ中継からの小足でさあ見事勝ったのはエイコマネビルベガ。